1,2,3,4。こんにちは。キズナあかりです。よろしくお願いします。そういえば、米を食らうなんて業しくタイトルにつけているにもかかわらず、お米の紹介全くしてないんですよね。実は、私自身、何の銘柄なのかよくわかってなくてですね。紹介しようがなかったんですよね。で、前回の料理で、お米のストックが切れて新しいのを買ったので、紹介します。はい、七つ星です。ぶっちゃけ、名前に星が入っているからという理由で選びました。そういえば、お米の名前といえば、秋田県が新しいブランド米の名前を募集してましたね。あれ、私も応募しました。もちろん、星が入ってる名前で、選ばれるといいなぁ。さて、料理を作っていきましょう。今回作っていく料理は、飛鳥鍋です。奈良県の郷土料理で、牛乳をベースにした鍋です。材料の紹介です。辛味噌ダレは、前回焼き鳥を作った時の余りなので、レシピについては、前回の動画を参照してください。お湯を沸かし、鶏肉を熱湯にくぐらせ、水に落とした後、水気を切っておきます。お湯を沸かしている間に、具材を切っておきましょう。白菜、豆腐は食べやすい大きさに、ごぼうはささがきにして水にさらします。椎茸は石突きを切り、春菊は軸を取ります。鍋に、牛乳、水、鶏ガラスープの素、辛味噌ダレ、みりん、酒、塩を加えて混ぜ合わせます。切った具材を入れたら、ひと煮立ちさせ、完成です。さて、今回紹介する日本酒は、こちら。稲の国の稲の酒、特別純米酒、室賀生原酒です。辛口で、アルコール度数の高い日本酒です。それでは、いただきます。牛乳のまろやかな風味はありつつ、後からピリッとくる辛味噌ダレがアクセントになっていて、美味しいです。調理手順も比較的単純で、作りやすい料理ですね。日本酒は、アルコール度数が高く、舌にピリピリとした感じが残るお酒です。以前コメントで、まろやかな料理と合わせるのがいいと聞いていたため、今回この組み合わせにしたのですが、まさにその通りといった感じですね。味噌汁は、辛味噌ダレを使ってみたのですが、正直微妙でした。まあ、冷静に考えたら、出汁入ってないですからね。ごちそうさまでした。いかがだったでしょうか。振り返ってみたら、この1ヶ月で12本もの動画を投稿していたんですね。今週から通常通りの出勤体制に戻ってしまうので、このペースではちょっと厳しいですが、今後も定期的に動画を投稿していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。